皆さんこんにちは。この動画は茨城オンラインスタディ中学3年生の国語言葉の移り変わりの内容です。この動画の目標は言葉の変化について理解しようです。学習の流れです。はじめに時代による言葉の変化を説明します。次に身近な言葉の中に見られる変化について説明します。最後にまとめと振り返りを行います。まず動画を一時停止して教科書150ページ上段の式亭三馬浮世風呂の一節を読んでみましょう。内容が理解できますか？どうだったでしょうか？内容について感想を述べるならば、内容はなんとなく理解できる、いや、わからないところもある、などの感想が多いのではないかと思います。この文章は、江戸時代後期に書かれたものですが、私たちにもなんとなく理解することができます。しかし、現代の私たちとは違う言葉遣いの部分もあります。私たちは、ござりませぬという言い方はしませんし、覚えぬというならば、知らないや記憶にないという言い方をするのではないでしょうか。違った段ではないになってくると、すぐに理解することは難しいのではないかと思います。言葉は時代が経つにつれて変化します。どのような変化が起こるのか、もう一つの文章を読んでから考えてみましょう。それでは動画を一時停止して、教科書150ページ下段の清少納言、枕草子の一節を読んでみましょう。現代語訳を読まないで内容が理解できますか？どうだったでしょうか？現代語訳を読まないと内容を理解するのが難しいのではないかと思います。現代語と異なる言葉が多いことに気づいた人もいるかもしれませんね。なぜ現代語訳を読まないと内容を理解するのが難しいのか、現代語と異なる言葉とはどういったものなのか、具体的に見てみましょう。まず、可否と書いて、可否と読むような、仮名遣いの変化が挙げられます。仮名遣いの変化は、音声の変化によって生じるものです。次に、形容詞の終止形、何々しが、何々いに変わるような、文法の変化が挙げられます。そして最も多いのが語彙の変化です。例えば、意図という言葉は今では使われません。また、はしたなしという言葉は意味が変化しています。また、いずを現代では出るというように言葉の形そのものが変化している場合もあるのです。ここからは、身近な言葉の中に見られる変化について考えていきましょう。皆さんもよく使う、マジやマジでといった言葉は、若者言葉として認識されています。しかし、もともとは江戸時代の芝居の世界で誕生した言葉でした。また、現在、高知県や広島県で、本当にという意味で使われる、下にという言葉も、かつては多くの地域で使用されていました。もう少し身近な言葉について考えていきます。動画を一時停止して、画面に表示されているカタカナ語を読んでみてください。先ほど挙げた2つの言葉は、かつてアニメ、レポートというアクセントで発音するのが一般的でした。しかし、現在ではアニメ、レポートのように平らなアクセントで発音する人も増えてきています。まとめと振り返りです。言葉は常に変化するものです。新しい言葉が間違いであるとは必ずしも言えません。しかし、言葉の世代間の格差にも心配りができるようにするといいですね。これで茨城オンラインスタディ中学3年生の国語、言葉の移り変わりの動画を終わりにします。